工業高等学校は、新潟県長岡市に所在する、県立工業高等学校である。専門高校活性化、長岡 CAT プロジェクトの運営校の一つ。本校の起源は、1903年に、中間原郡村松町に開校した新潟県立工業学校に遡る。本校は、新潟県内に、初めて設立された工業系の学校であり、 新潟県立工業学校の時代より、幾多の解消と変遷を経て、現在に至るまで、県内外を問わず多くの人材を輩出している。本校は、実業学校令に基づく新潟県内初の工業学校であった。県立工業学校は1909年から1911年に、かけて長岡市の東千住町に移転した。1940年には、 現在の所在地である西仙住町に移転し戦後の学生改革に伴い新潟県立長岡工業高等学校となって現在に至る。また本校は2009年2月23日に経済産業省より地域活性化に役立つ近代化産業遺産部門において正門の門中が産業遺産の認定を授与されている。かつては制服に取り付けるバッジが 交渉の代わりに、各学科の歌唱として、長方形でドガを表す色に学年に応じた、白線を組み合わせたシンプルなものを使用していたが、2014年度からは、高姿勢導入に伴い交渉バッジを新たにつけることになり、平成26年度入学生から、歌唱は廃止された。かの色テキスタイルデザイン工学科、赤色、機械科、緑色、電子機械科、水色、 工業科学科、紫色、電気科、明かり色、電子科、黄色平成26年度入学生からは、工業科として一括で募集し、二学年時よりコースを選択する四学科六、コース制に移行した。令和三年度入学生より一学級限となり、五学級となる。なお、四学科六コース制は、維持されている。作詞、石丸和馬作曲、若林真郷児。 ありがとうございます。